さあまさかの同キャラ対決、意地のぶつかり合いとなりそうです。今回生贄となるのはどちらだ。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。諸君健闘を祈る。さあ序盤の展開どう作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。ジャンプ攻撃はしっかりガード。さあ両者ドライブゲージはまだあります。さあ差し合いの距離どう動くか。さあ SA ゲージは両者少ない状況です。溜めるかそのまま勝負に行くか。危ないが防ぎ切る。ターゲットコンボでまとまったダメージを取っていきます。ここはターゲットコンボを選択。ここはターゲットコンボ。さあ投げが決まりガードを崩します。この居合の OD サイコアッパー返していく。絶妙に隙間があるこの距離感、差し合いのセンスが試されます。投げていきます。いやどうだ。さあワンコンボ圏内、ドライブゲージの差をどう判断するか。上からダッシュで前に出る。さあ時間は20秒を切ったとき KO。 いいね、とどめまでしっかり。このままいける。勢いに乗っています。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。投げに成功。ここから試合は序盤、立ち回りはどうなるか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。さあ壁を挟んで卓を迫ります。はい、ここで SA を使っている。いざ。ここでサイコチェンバー、サイコパワーで拘束しダメージを入れていく。相手との SA ゲージ差を気をつけたいところだ。さあ OD サイコアッパー読みは冴えている。うまく投げを通した。このインパクトは危ない。この地上の前線、弾をドライブ。ゲージは少ないが、この世界の人たちは当たり前のように飛び道具を飛ばすんだな。体力差はあるがまだ低い。リスクを負ってドライブゲージを振り絞る。投げが決まった。ここからの一挙一動は非常に、ここで KO となった。そういうことだ。プレイヤー1ナイスファイト。あまりに強すぎた。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。さあここは再戦を選択。次はどんな展開になるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。さあ飛び道具で牽制します。まだ時間は十分あります。両者どういった展開を作るか。さあ張り切っていってもらいたいね。どうだろう。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だな。投げていく。ああ今のは素晴らしいね。うまく空中で迎撃していきます。強気な姿勢を続けたい。いや惜しかったね。両者に体力差はほぼありません。どちらがアドバンテージを取っていくか。壁際のプレッシャーを与え続け精神的にも追い詰めていきます。ナイス。これは SA を使っています。おっと、壁際のプレッシャーをうまく利用。 KO。 ああ決まったね。惜しい一戦でした。まだいけるはず。全く素晴らしいね。見事に決めていった。投げに成功。ここから両者序盤の主導権を握りたいか。頑張っていってもらいたいよね。ラッシュで前に出る。さあ投げが決まりガードを受け止めつつ攻撃していく。おっとマイコブリッツで攻めていきます。さあこの差し合いの間合いどう出るか。ドライブゲージは両者しっかり溜まっています。両者どう出るか。ここから、ここは攻めたいところ。だがしかしそれは相手も同じか。飛び道具で攻めの危険を作る。インパクトはガードします。前ジャンプ揺さぶっていく。さあここで SA 選択。一気に畳みかける。相手との SA ゲージ差を気をつけたいところか。うまく投げを通した。ここはナイスガード。この切り返しは折り、ここでバーンアウト。ここまでなのか。この場面でサイコチェンバー、バイソン以上のパンチにサイコパワーを持って叩き込みました。次はどう出る。さあ画面端投げが決まった。
見事だ。勝つのはどっちだ。もう決まってしまうぞ。 KO。 やるではないか。ここを取れたのは大きい。いい勝負ができています。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。さあターゲットコンボから前ジャンプ。まだまだいける。ここからこれはしょうがないよね。ドライブラッシュから追い詰めている状況。ターニングポイントになるか。どうした、いけるだろう。あとここで SA。 どうだこれは。ここはサイコストーム。怒涛の拳が相手に襲いかかる。弾で揺さぶる。ターゲットコンボ。さあお互いインファイトを好んでいます。サイコブリッツがヒット。インパクトは食らえない。何、あっぱれ。やるではないか。サイコブリッツで圧をかけていく。中央まで押し返して ここは SA 発動。しっかり狙っていました。見事だ。両者満身創痍だ。さあそれでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。よろしく頼む。期待しているぞ。さあドライブラッシュで揺さぶりをかけていきます。どう試合を作っていくか重要な立ち上がりとなります。さあ張り切っていってもらいたいね。さあお互いの距離は大きく離れています。切り直しの間合い。今の動きは良かった。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。ここからが大事だな。さあ SA ゲージは両者少ない状況です。溜めるかそのまま勝負に行くか。
どう仕掛けるか。うん、これはどうした。さあどうだ。今の狙いは良かったですね。惜しかった。ああ惜しかった。オーバードライブアーツを混ぜて高めのダメージ、攻めのドライブラッシュ。まだワンチャンス見えている体力状況。投げ抜けはありません。エアストラッシャー、さあどうか。そうか。いやすごいな。両者もう後がありません。一歩も引けん。 KO。 やるではないか。流れは確実に掴んでいる。このまま次のラウンドも圧倒しましょう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。ラッシュで前に出る。さあ序盤の立ち上がり、どちらが動くか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。さっきの流れを持ち越して勢いに乗れるか。受け止めながら、おっと、マイクブリッジ。ここはスーパーアーツを選択。いやー見事、気持ちよく決まったね。ここは出し惜しみなし、 SA レベル3の大ダメージを叩き込んでいきます。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあどうだ。じりじりと逼迫した差し合い、緊張感が高まります。相手との、さあここで SA 選択。一気に畳みかける。ここで全てのゲージを SA に使った。一気に勝負を決めるか。受け止めつつ攻撃していく。これはマイコブリッツがヒット。バーンアウトです。決まるのか。この飛びは見えている。さっきの流れを持ち越して勢いに乗る。飛びはバレていたか。ここで勝負あり、 KO になりました。良いとどめだ。プレイヤー1、さすがに強すぎました。グッドゲーム GG。 これは悪魔である我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。
さあ両者気合は十分か。この試合見ていきましょう。この戦い楽しみにしていたぞ。さあファーストラウンド始まりました。何事も最初が肝心なのだ。最初がな。さあ壁まで追い込みました。ここからが大事だな。ナイス。壁からは逃さず対応を経て見事なパーフェクト KO。 圧倒的な試合展開でした。ああ決まったね。さすがの立ち回り。これは相手も圧倒されているでしょう。いや圧倒的だね。勢いが違うよね。うまい。ファインプレー。壁に追い詰めてチャンスになります。さあここからだ。うますぎますね。これはパーフェクトで倒し切った。全てが噛み合ったか。良い決着だった。プレイヤーは強さの底が見えません。あまりに強すぎる。これは悪魔である我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。ここは再戦を選択しました。次の試合も楽しみです。おう、まだ戦い足りぬようだな。いい判断。ここはターゲットコンボを選択。今のは素晴らしい。何もさせずにパーフェクト KO。 圧倒的な攻めを見せました。勝負あったね。いい流れを作っています。このまま倒し切りましょう。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐だ。まだわからないよね。さあがその調子。サイコブリッジで攻めていきます。ここで SA を発動。まさかのパーフェクト。やりたい放題だ。見事。プレイヤーはいい試合。さすがのプレイ内容見事でした。八九の勢いで勝ち切ったな。これは見事というほかはないな。それでは参りましょう。この対決勝つのはどちらか。いよいよ試合開始です。さあ思う存分やり合うがいい。争うがいい。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。非常に興味深い試合。見届けさせてもらうぞ。うまい。壁に押し込んで有利を作ります。ここからが大事だな。今のは素晴らしい。パーフェクト KO。 一切の隙もありませんでした。勝負あったね。相手を押しています。油断せず自信を持っていきましょう。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐。まだわからないよ。このファインプレイ。もっと我が輩を楽しませるの。まさかのパーフェクト KO。 圧倒的な攻めを見せつけました。いいね。とどめまでしっかり。
Roger.